今日はシェイプフィットフェスティバル、なすけくんの初の大会でお邪魔しております。今日はね、バージョンオブユーの初の展示会もさせていただくということで、めちゃめちゃ楽しみなんですけども、なすけくんがずっと前から動画で自分の大会開きたいって言ってたので、ご一緒できるのがめちゃくちゃ光栄です。でステージも見たんやけど、めちゃくちゃ豪華でめっちゃ楽しみなので、しかも結構いろんなゲストの方とスポンサーの方とポップアップのブースも後で載せていきたいと思いますので、大丈夫。はい、こんにちは、なすけです。ひとみさんです。今日は待ちに待った、はい、いやよろしくお願いします。 SFF バージョンオブユーもブースを出していただいてありがとうございます。出してます、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうちょっと数字でしても気合入ってるんで、バチバチなんです。おー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 すごい、見た見たやん。はい、頑張らせていただきます。今日はよろしくお願いします。お願いします。
のハムちゃんさんも解説もめちゃめちゃ豪華ですんごい楽しいし、ブースに他のインフルエンサーさんもいっぱいいらっしゃるんですけれども、いろんな方とお会いできて交流できてすごい私たちにとってもいい刺激になってます。今このバージョンオブユーの展示させていただいてるんですけれども、01の時に販売したやつで、このクロップド丈のスウェットやロング丈のスウェットも置いてます。これね、平置きとかハンガーにかけたらこんな感じになるんですけど、着たらこんな感じでピタッとするようになってて、ほんまにジャストフィットなんやね。こうやって見たらピロンってなってるんですけど、これはピタッとするためにここにわざと余白を作っているので、そこは安心して見てください。そしてこの各色各サイズも置いててパッド付きで、今私は S サイズ着てます。こんな感じでたくさんの方に手に取って見てもらってます。ありがたい、嬉しい。あー、お揃い。ちょうど私がお着替えしたらお揃いでした。段落ついて、今多分幕まして決勝なのかな。さっきのあすけくんがステージ出ててめっちゃ盛り上がってて楽しかったんですけど、差し入れね、ありがたいことにたくさんいただいたんですけど、なんかこのフッサのフープっていうベーグル屋さんがめっちゃ並ぶらしくて、ベーグルいっぱい買ってきていただいちゃって何名かの方にもらったんですけど、私前の大会からベーグルにめっちゃハマっちゃった。ずっと言ってるな、ずっと言ってる。友達にベーグルの店ばっかり送ってる、ビカルスに。でもな、ベーグルってタンパク質8で脂質0なんや、まあ1ぐらいで、炭水化物も42やから減量中でも食べれるっちゃ食べれるんだけど、でもこれ 100g あたりって書いてるから、これ1個が何 g かちょっと確認したくて、やめてこれ、やめ。あ、でも130g やから、もう1個食べてもあかん、かんすけさんに言われてたら怒られる。あかん、あかん。だって砂糖も頑張って切ってんのに急に砂糖食べたから絶対あかん。これ全部冷凍します。私さ、高校の時さ、オレオ好きすぎてさ、オレオを集めてた、覚えてる？うん、覚えてる。中学の時食べたオレオを切って、なんか、うわ、美味しい。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。お昼休憩、卵がゆが1袋あたり炭水化物25、ささみ機能チンしたやつ、塩。皆様拍手でお迎えください。本日は本当にありがとうございました。というわけで、たくさんの方が今出てこられました。もう最後ね、ナースケくんがコメントしてたんですけど、もう涙ながらにこう1年間かけて作り上げてきた大会を、もう大好きな視聴者様といろんな方の協力のもとできた、なんか一つの作品みたいな大会がすごい感動的で、そこに携われたことがほんまに光栄やなと思います。またナースケくんからも発表あると思うんですが、今後の SFF シェーブピットフェスティバルが楽しみです。ということで本日の動画は以上でございます。またお次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。